はい、では続けたいと思います。宝経の話を今日はしておりますが、宝経の中でも、夜化の徳、我々が頑張れば到達できる悟りを夜化と申しますが、その夜化の徳について宝経では8と9そして10と11ですね、ここにこの4つの下に夜化の徳について、解き明かされております。その後半の部分今からいきます。10下では消えた煩悩と犯罪の危険について、11下は過ちを隠さない性格となると、こういうふうにお釈迦様は教えてくださっています。今から見ていきますね。ではこれ歌ということで、お釈迦様の教えを歌の形式、詩の形で表されたものです。消えた煩悩とは何か、犯罪の危険とはどういうことかと言いますと、真理を知って夜化になると3つの煩悩を捨てます。新悪習に落ちることから脱して60罪を犯すことができなくなります。それゆえに、三河は優れた宝なのです。この真実によって幸せでありますようにと、こうね、お釈迦様おっしゃってます。まず夜化の悟りと言いますのは真理を悟ります。真理とは師匠体の教えです。あるいは諸行無常、一切行苦、諸法無我と、こういった意味です。あるいは因果の道理と言ってもいいですね。空と言ってもいいと思います。いろんな言い方真理を表せますが、真理を知った体験が夜化でございます。じゃあどういう煩悩がなくなるのかですよね。はっきり消える煩悩をお釈迦様は示しておられます。これが3つの煩悩でございます。我見と義と開墾主権。大乗仏教はちょっと一つ増えますけど、内容は全く同じです。大乗仏教で言われる教えと初期仏教はちょっとね、だいぶ国も場所も展開もあってですね、ちょっと教える言葉が違いますが、内容は私は全く同じだと思ってます。で、初期仏教ではね、阿含経典ではこの煩悩を10に分けるんです。まあ実際は108つあります。本当は1510あるそうです。初期経典では1510だから500、500、500で貪欲、心理、愚痴が収まるそうです。日本人からすればね、みんな同じように聞こえるらしいですけど、ちょっと違うそうです。で、大きくね、やっぱり数にしないと覚えられないから、初期仏教では10にまとめて、この10をね10万に減らしていくということで教えるんですね。まず夜化では3つ、一来化ではよく怒りが薄くなるだけで、不言化では半分減ると、よく怒りが完全なくなる、これが3番目の悟り、不言化で、最後はあらかんで10の煩悩全部なくなると、もうこういう段階でね、10の煩悩をね減らしていく順番から、10に分けて仏教では煩悩を分けてね教えます。で、これ初期仏教で言うならば、我々が目指すべき煩悩をなくす煩悩は、この理解さえできれば、教えが深く理解さえできたらなくせる煩悩だからね、悟ってなくてもね、結構この近い状態にねいける可能性は十分あります。我見と義と開墾主権、よく怒りじゃないんです。このね根本的な誤りをね、まずね3つ破るんです。これは3つ同時になくなります。どういうことかと言いますと、まず3つの煩悩を捨てるとありますが、我見、これはね私がいるというね、これが私だと思ってる人間ってね、ほとんどの人は我があると思ってます。これはボンボは全員ね、仏教では悟ってない人は全員ね、我アートマン、魂がね脳にあるのか心臓にあるのかどっかにあると結構実感できるから、実際皆さんエゴがありますよ。エゴがあるのは我があると思ってるからです。これが俺だと、俺がというみんなプライド持ってます。そういうのはやっぱり、ね、我があると思ってるんです。それが我衆、それが
罪悪を作りあなたを苦しめてると教えまして、ヨルカの悟りは諸法無我が分かります。有識が分かります。ただ式のみ、ね、我見、私は正しい、俺がいるというね、我見が打ち砕かれてね、私という固定無縁な魂はどこにもなかったと知らされる、ね、実際脳調べてもないしね、死体調べてもね、これ心臓にもないですわ。まあここにあるような感じしますけどね、ハートと言いますから、でもねないんです。もろもろのものが因縁和合して私があるだけで、ね、私という固定不変な魂の大きさがどっかね、この握り拳のようなものがあるという考えもあったんだけども、そういうものもないと、ね、この私を逃走している、ね、固定不変な魂がないと分かったのがヨルカなんです。だからね、俺がーというのはなくなるからね、すごいね、心は楽になります。実は我見は本当はね、これなくならないんですわ、正確に言いますと。でも一応初期部位ではなくなると言われると本当はなくならないんです。これ我習と実は同じ意味なんです。現状三図はね、我見とは我習とおっしゃってね、ほぼ同じような意味、ちょっと違うけどね。見はこれ見解ですから、考え方、習はこれ執着だからちょっと意味違うけど、大体ね我見も我習も同じ意味なんです。で大乗仏教はこのね、性格を期すためにね、我見はなくならないと言われたんですわ。でも根本はなくなってますよ。ただね、救われてもね、大乗では47段まではね、我習残ってるんです。で48段のまで行って完全に我習なくなるというのが大乗仏教ですけどね、まあ、ここはちょっと細かいですけど、まずでも言えることはね、俺がというね、これが俺だというね、そういうものがなくなりますから、これが大きな違いですね。今まで我を通していたね、で我をね、みんな守りたい、こだわってありますけどね、ほとんどの人はね、過ちをね隠そうとするんです。もう死んでも隠したいというのは言いますよね。自殺してでも過ち、悪いところをね隠れ見せたくないです。でもそれがなくなるんです。十一芸ではね、過ちを隠さない性格になるからね、ものすごい楽。これ我見がなくなるからなんですけどね、今読んでみますとね、十一芸ならばね、過ちを隠さない性格だと、神悔の三号で罪を犯しても夜かに達したものは隠すことはしません。これ我がなくなったからですよね。これが俺だというのはなくなってから、変なプライドがなくなるんです。自分の過ちを素直に認めることができて、もう言い訳もしません。過ちをね、ごめんなさいと謝れるし、我を通していた自分が通しても意味がないと。相手も苦しむし、私も苦しむだけ、我を通しても。で正当化することもなくなります。だからすごい楽になる。本当素晴らしい人格者になりますよね。言い訳しないね、我を通さない、罪を認めるね、正当化しない、過ちを隠す、今まで隠しとった私だけども、ね、隠さない性格になります。だからこれがすごい楽になって、苦しみは、ね、ほとんどなくなると思います。これ我見がなくなるからですよね。またね、疑いもなくなります。これまでの疑いは仏法に対する疑いね、因果の道理がはっきりするから、ね、仏法僧に対する疑いはなくなりますから、だから信心欠如なんです。信心欠如の意味はね、初期仏教では仏法僧に対する確信なんです。仏法僧は間違いなかったと知らされる、欠如ですね、欠如、決定する、師匠体も分かるね、後で言いますけどもね、この悟りの三層ね、無常空無我も分かる、本質が分かるからね、疑いがなくなると。でもまだまだ仏法の疑問いっぱいありますよ。分からんことはいっぱいありますから、このあとね、もっとね、救われたらもっと仏法が聴聞したくなります、今まで以上に。こういう人いますよね、私も救われたからね、もう聴聞したくても大丈夫ですよとありますけど、本当誠の人は絶対に今まで以上に聴聞がしたくなると思います。これが誠の信心だと思いますよね。まだまだ仏法を聞きたいし学びたいから、
疑いがなくなって、もっともっと仏教を聞きたいというふうになります。でも根本的な疑いね、これから仏教をやめてキリスト教に行きましょうとか、そんなことはないです。絶対に仏法は間違いないと知らされるから、疑いがきれいになくなります。ちなみに法然上人は落ちこぼれのものを救うね、一般凡夫を救うための教えとして浄土仏教を明らかにされた。で、法然上人はね、全部知っておられた上で疑いがなくなる、ここだけおっしゃったんです。法然上人、親鸞上人は、あなたが六道輪廻するのは疑い一つで六道輪廻すると、この三つしててもね、ここだけおっしゃったんです。で、親鸞上人は信心一つおっしゃったのね、法然の教えを受けてそのまま教えただけで、分かりやすくするためにね、そうにおっしゃったんだと思います。で、義がなくなったら当然我見もなくなってるし、そして開墾主権もなくなります。これが親鸞の教えの特徴なんですね。これどういうことかと言いますと、間違った戒律、禁止された間違った戒律に執着する見解です。これ取るはこれね、執着という意味です。取るは執着、間違った戒律に執着するんです。伝統的なしきたりとかね、行事とかそういうものにどうしてもとらわれる。やっぱり好かれると思ったら、やっぱりね、こういう儀式が大事だとかね、こういう行いが大事だとか、竹に打たれるとかね、こういう行をしないといけないとかいうのがどうしても人間にはあるんだけども、それがなくなりますね。特に釈尊時代で言いますと苦行です。苦行、釈尊自身はインドにあった苦行ね、全部されたんです。これすごいよ。前人未到と言ってですね、当時インドにあったね、もう誰もがおそらくできないような苦行を全部お釈迦様はされて、生きるか死ぬかというところまでお釈迦様はされて、全部された結果、心は汚れないけどもね、悟り開けないと知らされたんです。これが釈尊の6年、言句6年の結論で、これは意味がないと分かったんですね。やってみて知らされたんです。ただこれをお釈迦様、有識はね、これはもう意味がないと、ね、やってもね、意味がないと言われますけどね、これは死に合わないからです。例えば細かいです。例えば線香はね、横にするか縦にするか、どっちでもいいですこういう行事はどうするかね、はっきり言いますと、墓にしてもね、法事でも葬式でもね、どっちでもいいんです、はっきり言いますと。どこにもね、お釈迦様はね、この行をね、指定されたあんまりないんです。私全部読んでませんけどね、全部読んだやつが言ってたのはね、この姿勢だけ伸ばしなさいと、これだけはあるそうですけどね、あとはね、ほとんどないそうなんです。だからね、みんなバラバラなんです、宗派によって。行事でありますでしょ、いろんな宗派によってみんなね、変えてますよね。お東もお西でも、ね、全然違う、変えてる、わざと得意性を出すためにね、お経に変えてないから、ね、自由にしてもいいんですけどね。だからそこはとらわれる必要はありません。ただそれがなくなるんですね。これこうしなければならないというね、かくあるべし、これ仏教自力と言います。それが廃りますから、英語で言ったらシュッドとかマスト、仏教はね、シュッドマストが実はねないんです。これ面白い、意外なことですけどね、この押し付けがないんです。強制がお釈迦様にはねゼロなんです。押し付けとしつけは違うんですよね。私前ちょっと最近書いたんですけどね、フェイスブックに上げたんですけどね、押し付けとしつけは違うんです。これ面白いのは何か言ったらね、しつけはこれね、貝なんです。しつけね、こんな字書きますよね。しつけと言ったらね、体が美しいと書きますね、しつけ、これ貝をやればね、貝によって守られます。しつけ、体が美しくなるしね、あなたはこの世で幸せになります。貝を守る人はお釈迦様お経にはね、貝によって守られるとあるんです。この貝というのは仏教ではね、これは自主的なものです。これ強制一切ないんです。これ貝はあなたがやればあなたが幸せになれる、これをしつけと言っていいと思いますね。押し付けはこれ違うんです。強制ね、
おがつくだけでこれね、強制するとね、こういうになりがちなんです。無理やりすると。だこれでね、ね、これで仏教ではね、自力とか造用とか言われるのはね、この不純なものが入るんです。よくあの新種ではね、あの造行雑種自力とかそういう物柄は善でもね、嫌われるものがあるのはね、それはここを強制的な部分をおっしゃってるんです。不純なもの、仏教の善はね、やりたいものなんです。したいもの、仏教の善といったらしたいものではやりたいものなんです。しつけはあなた自身がやりたくてやるものです。これやれば幸せになれるから。で、私たちはそうじゃなくて、無理やりね、強制して押し付けてやるからね、いやいややるからね、いい結果あんまり来ないかわからないんです。頑張ってる割には報われないのはね、造業してるから。造業雑種自力の頃やったらね、あの思った通りの結果来ません。だから押し付けてもダメ。お釈迦様は一切ね、押し付けはされてません。下道の人が仏教入りたくてもね、無理やりね、こっち来なさいとも言われてませんよね。出家する場合でもね、一回だけありますよ、押し付けは。あの息子さんをね、あの出家させた時、ラーゴーラ、これが強制したんです。ラーゴーラは7歳だったかな。あの出家おしゃれ勝手にさせたんですわ。あとお父さんからちょっとね、注意されてね、反省して、これから出家させる場合は必ずね、両親の許可を得てからしなさいということで、そこは1回はあるかもしれませんが、あとは多分ないと思います。反省されたお釈迦様、一切ね、押し付けはされてません。だから仏教って本当にいい面もあります。押し付けすると強制がかかるとね、自力とか造業となったりしてですね、あのやはり捨てよと言われる業になるんだと思います。だからここは大きな違いですよね。だから開墾事件で言うならばね、これ無理やりでさせるものですよね。真理と合わないからこれやっても報われないことがあるんです。こんなことがあったんで、例えばね、仏教の会でこんなことがありました。ミャンマーのお坊さんがね、純粋に会守ってるんだけどね、こんなことがあったそうです。例えばね、このコロナの時代ね、このテーブル拭くのが、テーブル拭く時にですね、私は殺生できないからね、もしね、拭いたらね、これ菌が殺されてしまうということで、自分は拭きませんというわけで、在家の方にさせるんです。でもそれでは殺生を自分はやらんだけで人にさせなくなりますよね。ほんとは確かないんだけどもね、細菌を殺すと言ってもね、でもそういうことであったそうですね。私は殺生できないからね、こう拭き掃除もできませんと言うんですわ。これもちょっとおかしいですよね。だけど殺生を守ってるのは尊いけどね、ちょっとこっちになってませんかということなんです。あるいはこんな人もあったそうです。女性が倒れたとしますよね。助けないといけません。でもね、僧侶はね、女性に触れたらダメなんです。これ決まってるんですね。お母さんでも、だからお金もらう場合でも、ね、不正でもね、ここに一回置いてで預かるんです。もう触れてはならない、これが僧侶の戒律なんですね。これ厳格なんですわ。だからね、例えば人が倒れて死にかけとってもね、わしはできませんと、女性の体を触ることになるからと。これおかしいでしょ、やっぱりね。助けないといけませんよね。やっぱり形にとらわれてるんです。そういうのがね、問題があるんです、この貝の問題点は。だからお釈迦様が亡くなる時はね、貝を減らしてみるとおっしゃったんです。細かい貝は問題が起きるから。でもね、もう頭だけ、形だけとらわれたらね、こういうことが起きてくるんです。だから仏教でもね、表面的にはこれね、仏教の貝だけどもね、こちらになる可能性の貝もあるということもね、知っておかれたらいいと思います。それで大乗仏教はだいぶ緩いんですけどね、初期仏教は厳格なんです。220いくつあるんだけどもね、でもまともに今やったらね、できなくなる。実際お坊さんはね、お金触ったらダメなんです、本来は。だから実際困るんですよね。あとスマホも、これちょっと今問題だったんですけど、スマホもね、昔なかったから、これ触っていいのかどうか問題になって、結局はいいことになったんですけどね。まあそういう、時代に応じたことをしていかねばならんこともありますよね。とにかくこだわり、ね、救われたらこれがなくなるからすごい楽になる。はければ迷信ですよね。迷信、死に合わないものは迷信であります。
で、この浄土真宗がいいところはね、これがなくなるからね、ある意味ね、今の宗派の中でね、一番ね、この迷信を破ってるのがね、浄土真宗。これはいいところかもしれません。因果の道理に合わないことはね、やらないというかね、否定している。なぜかといったら、親鸞聖人ご自身がね、これがなくなったからです。これがきれいになくなるからね、この迷信というものがなくなるんですよね。火の良し悪しとか、今あの大河でやってますけどね、今こういう火が悪いとかいいとか当時あったんですよ、鎌倉時代でもね、この日は悪いとか、うん、国が本当本気になってやってるんですわ。僧侶にもお願いしたりして。仏教ではそんな火の良し悪しはないです。迷信です。そういうのがね、あの迷信が破られますから、悟りますと。ただこれがなくなるからね、本当に楽になります。火の良し悪しを問題にしないしね、手相なんかもないし、占いとかに迷うこともね、きれいになくなります。だから幸せになれるんです。まあ、これがなくなる、真理を知って愚かになると三つの煩悩が捨てる、これがなくなるというのが、仏教の教えになります。これ大乗でも私は全く同じだと思います。言い方がちょっと違うだけで。そして新悪習に落ちることから脱する。先ほど言いましたように、この三つの煩悩がなくなりますとね、四つの悪い世界に落ちることがなくなります。四つとは地獄、畜生、餓鬼、修羅であります。これを仏教では新悪習と、これ親鸞書にも教行信証におっしゃってますけどね、四つの悪い世界、あのここに落ちることがなくなるんです。夜間に至ったらね、また仏教をね、真面目に実践していたら落ちることは避けられますから。たとえね、悟れなくてもね、やっぱり皆さんにはね、新悪習に落ちないように導きをしなければならんから、不正を進めたり誤解を守るようにしたりとかですね、あるいは煩悩が減るように、貪欲心理が減るような説法をねしていくのがまた仏法者なんです。もし悟りが無理でも新悪習落ちないように、落ちたら結構大変だから、だからでも、ところが夜間の悟り開いたら、四つの悪い世界に落ちることからも脱する、安心ができます。これでもすごいことですよね。もう二度と落ちませんから。今まで過去にどんだけね迷ってきたかわからないけども、もうこれからね、輪廻がどれだけあろうが、ね、どんだけ輪廻を重ねようが、これからね、三幕道新悪習に落ちることがなくなるから、やっぱりすごい喜びがあると思います。もう安心安心ですよね。そして次に、六重罪を犯すことができなくなります。これ私注目したいんです。六重罪を犯すことができなくなる。だから三が、悟りを開いた方々の僧侶の集まりは優れた宝なのです。この真実によって幸せでありますようにとおっしゃいます。この六重罪という言葉は何かと言いますとね、仏教では6つの重い罪があると。これ大乗仏教ではこれ無間業と言いまして、無間地獄に落ちるね、非常に恐ろしい罪です。この六重罪についてはね、阿弥陀仏の本願無量寿経というお経にはね、有名な言葉として唯除五逆非謀生母という言葉があります。これ阿弥陀仏の十八願の言葉であり、お釈迦様がそれを解説した十八願成就門にもね、二箇所出てきます。この言葉の謎が私はここを読んで解けたんです、ね、ここはあまりね説明ちょっとしにくいところなんだけどもね、ここの真意は私はここにあると思ったんです。ここをどう説明するかいうことですけどね、ここはあまりね誰も触れないんです。一応法然様もね、ここはねあまりまあ、ちょっと危険性もあっておっしゃってませんけどね、ここはいろんな味わい方があるけどね、私はこの言葉は文字通り取ったらいいと思ってます。書いてある通り読んだ方がいいと思います。それは初期仏教ではこうおっしゃってるからです。夜下の悟り、最初の悟り開いた人は六重罪を犯すことができなくなるとおっしゃってます。六重罪と言いますのは6つの重い罪であります。
父殺し、母殺し、羅漢殺し、仏心より血を出す、和合層を破る、三が分裂、そして欠乗邪見、決定邪見、方々罪、この6つがお釈迦様お経にはね、一番重い罪だとおっしゃる。これを作って、一つでも作ったらね、無間地獄です、無間地獄に決まるとこう言われます。だからこれはね、絶対犯してはなりませんと。あのお慈悲いっぱいの阿弥陀様、十方衆を救うと誓っている阿弥陀様でもね、これだけは目をつぶれない、この6つの罪、これ以外はね、阿弥陀様ね、目つぶってね、助けるとおっしゃってるんです。でもね、これだけはね、阿弥陀様、私でも助けられませんってことで、誤薬罪と消防を誹謗する者はただ除きますとおっしゃった。まあこれもいろんな味わいができるんだけどもね、まずはこの通り読んだ方がいいと思います。ただ誤薬罪作ったら、法務罪作ったら、もう絶対助からないんです。業が重いから、ね、無間地獄に落ちる恐ろしい題材であると教えられます。これは初期仏教でも説いてあるし、大乗仏教でもこれを受けてね、おっしゃってる。で、この夜かの悟り開いた人は犯すことができなくなる。それまではね、犯してきたかもわからんけどもね、犯すことによって今まで苦しんできた、それがなくなる、犯すことがなくなるとありますね。できなくなる、文字通りね、ただ覗かれる。これね、本当に覗かれるんです、なくなるんです。これなくならないとね、地獄落ちますから。悟るということはね、これがなくなるんです、犯せなくなるんですよね。だから文字通りここはね、いろんな解釈できますけど、本当にただ覗くでいいと思います。だから信心決意したならば、夜かの悟り開いたならば、六十罪が犯せなくなるんです。どういうことだと言いますとね、この救われたのはね、こういう方々のおかげだと分かるんです、ね、例えばね、お父さんお母さん、一応両親がいなかったらね、今私ね、人間生まれてないしね、仏法を聞けないし、仏教を求めることもできなかった。両親は縁ですけど ね、両親縁として人間に生まれたからこそ仏法が聞けたという、ね、思いがあるからね、やっぱり本当にね、ご恩が知らされます、ね、だから親鸞さんもね、知恩報徳といってね、知恩寺ね、恩を知って恩に報いたい気持ちが起きてくる、これが救われた人にはあるんですよね。両親の恩が知らされますから、恐ろしい恐ろしいということで、まあ、過去は嫌ったかしないけどね、これからはね、恐ろしいということが分かりますからね、できなくなります。ただ吹き上がることはあってもね、あったらそれは過去世からのもので、ひょっとしたらね、あるかわからないんです。仏教ではね、罪といってもね、夜か大乗仏教では諸事になったらね、根性の煩悩はね、ほとんどなくなるんです。根性の煩悩は生まれる過去世のものが残ってるんです。これがね、吹き上がってくるときにね、有名な去るべき業縁が催せば、いけなる振る舞いもするとおっしゃったのはね、過去世からの業なんです。それで吹き上がることがあるかも分かりませんけど、でもね、根性の煩悩はね、ほとんどなくなってますから、だから犯さないんです。でも犯すことがある場合としては、それはやっぱりね、過去世からのものが吹き上がるかも分かりません。でもね、すぐね、懺悔します。申し訳ないということでね、この後ね、過ちを隠さない、本当に懺悔の生活。ただ、ね、歓喜の言葉も南無阿弥陀仏、懺悔の言葉も南無阿弥陀仏でね、この南無阿弥陀仏には2つ意味があって、2つというかね、これ禅堂がおっしゃってるんですけども、この喜びのあまり唱える南無阿弥陀仏とね、申し訳ない、自分の姿が照らされてね、懺悔の言葉の南無阿弥陀仏と。だから懺悔と歓喜、悪い結果来ると自分の蒔いた種まきと知らされて懺悔になり、良い結果来るとこんな私がようこそようこそと喜びが起きる。だから懺悔と歓喜が必ずね、こういう真宗では未来に救われた人は懺悔の歓喜があると言われます。因果の道理が知らされるからね、悪が来た時は懺悔、
勇気が来た時は歓喜になります。だから吹き上がるとしたらそれはやっぱりね、吹き上がるかもしれませんが、残念になりますし、まだ消えていきます。実際はね、これ阿弥陀仏が覗くと読んでもいいと思います、ね、覗くから往生できるんです。若生者と言いましてね、浄土生まれるにはね、これがあったらね、浄土往生できないんです。仏教から言ったら浄土に往生してもね、これあったらね、理屈に合わないんです。これがないからね、浄土に往生できるんです。だからここでもね、お釈迦様は、いや、60歳を犯すことができなくなる、なくなるからですよね。本当なくなるんです。これが私正しいと思います。だからね、文字の阿弥陀仏はね、これをね、覗きませんという戒めの意味もあるけどもね、もう一つ、実際阿弥陀仏が覗いてやると、こう味わってもいいかもしれません、ね、もう一人ね、この心があなたの心からなくなっていくんです。だから夜化であり諸事なんです。父殺し、母殺し、羅漢殺し、これはアラカンといって最高の悟り開いた人ですね。まあほとんどいませんけど、一応最高の悟りをアラカンと言いますね。仏心から血を出す、今はこれありません。当時お釈迦様の時代にね、大和だっただけいたんですね。あの人がお釈迦様から血を出させたということがあります。あと三が分裂、これ、大乗仏教では和合僧を破ると言います、みんな仲良くね、悟った人が集まって、この三ががあるからこそ人類は救われるということなんだけどもね、その三がを分裂しようとした、これは大和だったがね、この新たな教団を作ろうとして、そういうことをやろうとしたんだけどもね、これも恐ろしい罪だと。で最後は欠乗邪見、これは大乗では方々罪、仏法をそしる罪と。これは因果の道理を、ね、否定する考えです。これ恐ろしい。修行やってもね、そんな悟れないとかね、良い種まいてもね、そんなないんだとか、因果の道理を否定する考え、仏教では邪見と言います。これを仏教で愚痴とも言いまして、これが恐ろしいんです。愚痴ね、因果通りを否定する、間違った考え方に決定している、まさに仏法といったら因果の通り、宇宙の真理、それをそしる、誹謗する。この誹謗というか、ね、面白いですよ。最近分かったんですけどね、これね、言葉であらずなんですね。言葉であらず、それは間違っとるということなんですね。言葉でね、仏法はおかしいと、これそしる、こっちはね、言葉にね、これ傍らなんです俺の考えが正しいというのがこれ法なんですね。これ傍らという感じね、傍ら、仏法よりも俺の方がすごいんだと、仏法をね頭に置いてない。仏法は真理を説いたものだけどね、それが認められずに、仏法よりもね、俺の方がすごいんだと、俺の方が正しいんだと思っている考え方それは必ずや宇宙の真理に合致しませんからね、邪見であり、その考え方によってあなたは苦しんでいる、これからも苦しむ可能性があります。これを方法誹謗というんです。仏法というのは称謀といいまして、大宇宙の真理を説いた正しい宇宙の真理であります。それを我々人間は恐ろしいことにね、愚痴で ね言葉であらず、仏法を、ね、あらずと否定したり、ね、仏法を傍らにおいて俺の方がすごいんだと、俺の考えが正しいんだと主張する、これが方々罪であります。これ方々が一番恐ろしい。一番恐ろしいのはまさに因果の道理を否定する方々罪、これが本当あなたを苦しめてるんです。でこれをなくしていくのは仏教だからね、仏教を聞いていけばね、これが減っていくんです。正しく仏教を理解できたらね、これ恐ろしいことが分かるからね、実はこれなくなっていきます。そしてなくなったのが夜だと、こういうふうにお釈迦様はね、初期仏教では言われます。でもまるにね、多分ね、過去世でね、救われた人が根性でね、短期間でね、あるで救われる人が、そういう人はね、これ持ったまま救われば、もうたまに私何か知ってるんです。仏教を受けなくてもね、
たまにあるんで、救われる人が。そういった本当にね、これ持ったまま救われるからね、そういうことで、言われることもあるかもわかりません。でも普通はないですから。普通はね、仏教を聞いて救われるんです。で、稀に ね仏法に巡り合う前に仏法を聞いて救われることもね、私もう今2人ぐらい知ってますけどもね、たまにいるんです、そういう人も。それってやっぱりね、もともと持ってるものはちょっとね、確かにね、普通の人と違いますわ。だからそれだとすごいぐわーっとね、成長していきますけどね。でもそれ真似したらダメだと思いますわ。普通はやっぱりね、これをなくしていくんです。やっぱり煩悩を問題して、コツコツね、仏教を学んで、そして進んでいく、まあ、これが私は王道だと思います。だから夜川ね、万人が到達できる世界であります。で、過去世で行った人は早いと思いますよ。やっぱり生まれ変わってきますけど、生まれた時はね、一応持ってますけどもね、一旦記憶消えるんでね、記憶はないけどもね、早いんです。過去世で夜川で行った人はね、すごい速いスピードでね、住む人も私何人か知ってますけどもね、だからそういうこともあるからちょっとややこしいですけどね。ちょっと過去世で救われた人が根性でもう一回この一応夜間になりますから、一応持ってますから、そういうものがね、それとややこしいんですけど、ここは私はこれに従ったらいいと思います、ね、やっぱりこのその通りですね、往生するにはね、五役方法が除かれるというふうに取った方がいいと思います。だから夜間の人は60代をね、犯そうにしてもね、このご恩のある方々ね、両親や仏様ね、サンガのおかげ、こういうね、仏法のおかげ、ね、皆様のおかげによって生かされて悟りますから、こういうのなしには悟れませんので、いろんな方のね、お力添え、いろんな方のね、善知識の導きなどを通して救われますから、そのご恩が分かるから、恐ろしくてこういう罪をね、犯すことができなくなる。それでお釈迦様は60罪を犯すことができなくなりますと、こういうふうにね、おっしゃったんだと思います。で、それゆえにサンガは優れた宝なのです。この真実によって幸せでありますように。これが10下であります。最後11下いきます。これ私いいと思いました。過ちを隠さない性格、ね、いろんな人、私も過去含めてね、ね、やっぱりね、プライドがあります、ね、もうミスしたりされて隠したくなるんですね。いい人間でおりたいんです。みんながいいふうに思ってもらう、まずはガーですよ ね。もうこの自分の欠点、恥ずかしいところはね、見せたくない、ね、いいとこしか見せたくない。これが普通人間ですよね。でもね、あえてね、見せた方がいい場合も実は仏教にありまして、実はお釈迦様が最後ね、亡くなる時にね、悲惨なね、この病気の仕方は実は見せられたそうです。お釈迦様亡くなる時に、普通はかっこいいお釈迦様で降りたいけどね、みんな最後ね、挨拶来るんです。亡くなる時にね、お釈迦様悲惨な、実はね、病気でね、もう本当にもう体もボロボロでね、汚いものあったと思いますけど、見せられました。やがて人間こうなるんだということを示すためにね、あえて都合の悪い部分もお釈迦様に見せとられます。まあ、罪じゃないですけどね、やはりこれもいいのかもしれません。正直になれるんですね。いい格好しないんです。いい格好するのは我があるからですよね。格好つけたい、本当の自分見にくいけどもね、これ格好悪いから、格好いい自分で死にたいと思いますけど、これが我ですよね。これがなくなるから正直になるんです。これをね、真空の三号で罪を犯しても夜下に達したものは隠すことはしませんと。これ浄土仏教ではね、至上心と申します。至上心、カム領事教に至上心という言葉があります。で、カム領事教ではね、この至上心を持った人が浄土に往生できると書いてます。だからこれなかったらね、絶対浄土往生できないんです。ところがね、この説明が一箇所もないんです、カム領事教には。そこで禅道大師がね、有名なカム領事教書に4分の1やったか3分の1やったかね、結構なね、この私服いっぱいページ数を取ってね、このね、家事をね、詳しくしてるんです。これ三子爵といってね、
至上心と人心と以降を継がし3つの頃があって、3つの頃があなたがあったらね往生できるんです。これ最初がね至上心と言います。でこれを伝道大師はこれを解釈されて真実心と言い換えてます。誠の心、これ2つ意味がありますよね。まず最初の誠の心は、ね、内と外が一致する、ね、嘘をつかないということですね。外と内を一致させる、ね、お粗末な自分ならばお粗末な自分だと認めていい格好しない、外に健全精進の姿を見せるなと、こういうふうにおっしゃってますけどね。これ最高に正直な心、誠ね、誠ね、これがね救われた人の心です。まあこの十一芸ではね、私は至上心と置き換えてもいいと思ってます。これは大乗仏教の言葉ですけどね、お釈迦様は過ちを隠さない性格、実際救われた人はね至上心になるからね、もう隠さなくなりますね。隠してもバレますし正直になります。自分に対してね嘘がねつけなくなるんです。これ私いいと思いますよね。夜化の条件としてね、私お経を3つ4つしてるんだけども、いろんな言い方がございまして、夜化の資格、夜化のね条件というのね、いくつか言い方がありましてね、一番ポピュラーなのがね、仏法僧に対する信と戒、これが不足したもの。一番ポピュラーなのがね、オーソドックスなのがね、仏法僧に対する確信、仏法僧は間違いない、いわゆる信心欠如ね、仏法僧に対する確信ね、これ信心欠如、これが夜化の多くの絶対譲れない条件でございますこの言い方もお経にありますけど、もう一つね、戒、戒不足、戒が備わった、これ意外とちょっとね浄土仏教言いにくいんですけどね、本当はこれが正しいんです。戒がね身につくんです。涅槃行にもあるんだけどね、心具足、戒具足というのがあってね、やっぱ戒がね具足してこそね浄土往生できるんです。これが身についてる戒具足、これが夜化の条件ね、仏法僧に対する信とね、信具足、それと戒具足ね、これがオーソドックスな言い方。あともう一つ性具足もありますね、性、施し、私は4通り知ってますけどね、信心欠如だけ、仏法僧に対する信が隠れした、これが夜化という言い方、これも一応あり、次仏法僧に対する信の確信プラス戒が身に備わった状態、誤解が、ね備わった状態、これがオーソドックスな夜化の条件であり特色です。あと別なお経にはね、仏法僧に対する信とこの戒の代わりにね伏せ、これが代わりにね置かれているところもあります。あと他にもう少しあるんだけどね、あとは門ね、もちろん笛でね、門とこの聞くということですよね、それが入っているところもあります。だから門は絶対必要なんですよ、門は、ね、まあこれお経によって大気説法ですけど、本意さえ一つなんだけどね、相手に合わせて含めておっしゃってるんです。一番短いのが仏法僧に対する信ですけどね、実はこれに本当は戒も含めたりね性も含めている場合もあるんです、うん、でこの性の場合はどんなか言ったらね、これを解いた相手はね結構裕福というか不正に頑張っとったね、ゼネコンの今でも重役2人いたんです。ゼネコンの重役2人いてね、その方にはねこの方不正頑張っとった、うん、結構国のね今では公務員の高い立場におってね、本当にね頑張ってたプラスね夜間になったんです。だから本当にねこの人ね不正に頑張っとったから、ね、この2人のね商人に対してお釈迦様はね夜間の条件として性具足、心具足というふうにおっしゃったんです、うん、
もこの人はどういうのか言ったらね、普通私たちで、ね、伏せする場合はね、いっぱいお金出す場合に、ね、私の名前をつけてくださいと、ね、小学校ならば丸丸小学校ということでね、自分の名前をどっかに入れてくださいと言いますよね。あるいは銅像を建ててくださいと、そういうのがないんです。すごいですよね。本当にね、あの伏せをねさせていただくというね、これだったら OK です。皆さんでもね、そういうのなかったら OK です。あとね、書いてもね、殺せない、盗めない、不倫ができない、もうごまかせない、嘘がつけない、なったら OK です。それまではね、しなければならないね、自力というかね、ね、もうね、殺しない、殺さないしましょう、頑張って盗まないにしようというね、しなければならない、すべきだということで頑張っていた人がね、夜間になったならばね、もう殺生ができなくなる。もう攻めたら帰ってくるからね、もう攻めれません、もう殺せません、もう盗めません。出したらばね、押し取ったらね、踏んづけてね、猫ばばしようってことあった自分だけどもね、もうそれができなくなる。いいことですよね。またもう不倫もできないね。あと、まあ、酒は飲んでもいい、別にいいですよ酒は。これは悪くない。問題は現実逃避、依存症。多分依存症は私ね、あのなくなると思います。依存症はやっぱり、依存症はやっぱ苦しいからですよね。苦しいから、あの博打とかね、お酒とかタバコとか依存するんであって、それが根本的な苦しみがなくなるから、もうこの依存症がなくなるからね、酒もそんなにね必要なくなります。でも一人いました、あのサラカーニというね、大酒飲みも実は救われてるんです。この方はね、臨終までね、酒やめなかったんだけどね、お釈迦様からなんとね、サラカーニは夜火になったということを言われたんで、みんな文句言ったんですわ。このサラカーニは大酒飲みやぞということで、もう一斉に文句言って、あのお釈迦様に詰め寄ったんだけどね、お釈迦様ね、このサラカーニはね、臨終ギリギリ戒を守ったというんですよね。ギリギリね、病床の時でもう酒をやめたんだと。でギリギリ救われたのかも分かりません。でこの方はね、サラカーニさんという人はね、臨終ギリギリ仏法僧に対する信はあった、であと戒も最後あったんだと、ギリギリだけどもね、だから OK なんだと。でこのサラカーニさんはね、何十年とね、お釈迦様の親戚なんですけどね、その方が長年仏法を聞いてるからね、長年仏法を真面目に求めている人がね、地獄なんか落ちないと声でおっしゃってね、ここでおっしゃる方はサラカーニ教というのがね、2つあるんだけどもね、そこでおっしゃってるんです、ね、仏法を真面目にね求めている人はですね、地獄に落ちないと、ね、仏法僧に帰依して、たとえね確信がなくてでもね、真面目に求めている人はね、必ずね夜かの悟り開けるとおっしゃってね、これを本当に求めている人はね、当然ね誤解も守ったりね、伏せにも頑張ったりね、仏法を実践してるからね、地獄に落ちるはずがあろうかと。でこういう方最後されてますよ ね、あの周りにあるね、サラソウジという木があったんですね。でこのサラジという木がね、もしね善悪を理解する頃があったらね、みんな夜かなれると、ね、つまり仏法を正しく理解できる、善か悪かをね分別できるね、能力というかあったらね、今木でもね夜かになれるとおっしゃってね、これ大胆なお釈迦様の例えですけどね、だからたとえ信心結合できなくてもね、地獄に落ちないという表現をされているんです。それはもちろん長年仏法をね真面目に聞いてきた人はという条件がついてますけど、だから真面目に求めてね、だから報われますから、必ずね、努力した分だけ、努力した分の結果が御所に笑われますから、だから真面目に求めたらみんな救われるんだと。サラカーニもね、最後まで酒はやめなかったけど、最後は酒もやめたんだと、で戒を具足したからね、夜かなんだと、こうお釈迦様もおっしゃったんですよね。でいろんな言い方があります。でもできれば理想はね、私はもう責めれません、もう殺せません、もう盗むこともできません、じゃあ行くね、権力でね人をね押し潰そうという頃もね、もうなくなりましたね、もう酒でごまかす依存症の頃もなくなりました。嘘がつけなくなります。これポイントね、つかないじゃなくてつけなくなるんです。ここならばね、
今までね隠しとったけどもね、もう隠せなくなるんです。ただ素直にね正直にね謝るんです。頭が下がる。これが下がらない、下がらないかね、この頭が、プライドががあるから、これがね頭が下がるというかね、それがこの夜狩りはありますよね。ね、もう変なプライドがもうなくなります。だからすごい心が楽になるからね、過ちをしてもすぐに認めてね、隠さない性格になれる。だからすごい心は楽になるし、本当に幸せになります。変なプライド、そういうものがなくなってね、心は本当に私は軽くなると思います。これは大きな特徴ね。でも悟ってない人はね、いい格好しますね、嘘をつきます。私思うのはね、仏教にも確かに大乗経典でいろんな教えがいっぱいあってね、本当かと思いますけどね、仏法者は基本的にはね、嘘をつかないのがねポリシーなんです。絶対で故意でね、わざとね嘘を書いたりはないと思います、ね、嘘をついたらね、仏教では教団追放ですから、お坊さんね嘘ついたらね、故意の嘘で、故意の嘘、例えばわざと嘘をつくとかね、みんなから供養をもらうためにね、悟ったと言ったらね、除名みたいな感じ、まあ、除名じゃないけど、もうお坊さんやめてくださいと言われます。だから嘘はつけない、これがねポリシーなんです、まあ、思い込みでは知らない、思い込みでね悟ったと思った場合は許せますけどね、わざとね供養をもらうために、みんなから褒めてもらうために嘘をついたらもうね教団追放と言われます。でお経でもね、やはりね作った人は絶対ねそういう気持ちは多分ないと思います。人を騙すためにね、仏教のポリシーは嘘はつけない、ね、救われた人は嘘がつけなくなりますから、ね、だから恋でわざと嘘を書いたことはない。当たっちゃう方便としてね、これを書くことによって物語を作ってね、よりよく皆さんにねこの悟りまで進んでもらえるように作った話もあると思います。それは私は好意だと思いますね。だから実はそういうのはないこともないですけどね、仏教のポリシーはやっぱり嘘をつかない、これがやっぱり私は大事だと思います。でも中にお坊さんでもね、これをやった人は結構大変なんですわ。結果来てますから。だからこれやっぱりね、嘘は本当にね、これ嘘がつけなくなる、ついたらね謝りましょうですよね。人間だから嘘つきますけどね、あなたが救われてるならばね、こっちがあるはずですよ、こう、まあ、アドバイスしたいですよね。これの方が楽ですから、こっちの方がずっと幸せになれます。過ちをね、人間は凡夫だから過ちをね犯してしまう自分だけどもね、それを素直に認めてごめんなさいと謝る、そうしたらね許してもらえますし、またあなたの心もね変わっていきます。これが私ね、非常にここは11芸はねいいなというふうにね、私は大事ではないかなとこう思いました。はい、じゃあこの後ですね、じゃあ今度は親鸞聖人や龍樹菩薩はね、これをどのようにおっしゃってるかをね、この後、見てみたいと思います。